壮絶なバグじゃん。このバグがありながら今勝率が 52.5% なんでしょ。何が起きてやがる。この世の中に待ってるゲームが2つあんでね、その2つが出たら死ねる俺は。えっ、でもうシルバーなの。迫ってくるのは感じるって背後から。やってきまーす。意外とうまそうでしょ。終わった。兄終わった。やめてやめて。勝率差が 15% ある。兄サポートの勝率 55%、ユーミの勝率 40%。なんでだよ。勝率差 15% ってなんだよ。今世界で一番強いジャンプと世界で一番弱いジャンプが交えたんだけど、ええー、いや、ユーミじゃなかったら構成いいのに。なんでだよ。嫌がらせ強要だろ。絶対のじゃあユーミはやだ、ユーミはやだ、ユーミはやだ。サポート案に勝率 55.35%。 終わった。あ、でもその下がいるわ。ケイトリンサポートって言うんだけど。ケイトリンサポート勝率 38%。 猫 40%。 ミッドノーチじゃん、さすがにないか。羅漢もいい感じです。あっ、すげえ。アミーちゃん強い。すごいOPじゃない。 Q の回転量が上がったんだ。レーニングが安定するようになったんだね。羅漢のバグって治ってるんですか。羅漢のバグってスタン見式セットミッドのおすすめは無しですか。羅漢ずっとバグってる、バグってるって言ってるやつ。ラカンの E って2回できるんだけど、 1回目と2回目が、まあ、一緒になんかバグって出てしまう。なんかたたってるって感じ。ほら誰やねん。でこれめっちゃ問題なのが、 E フラッシュ W したので、 E してフラッシュして W ってことは、今のマウスカーソルの位置に W 出てるはずなんだよね。それが位置全く違うじゃん。なんでかっていうと、E してフラッシュしたのにバグのせいでここに戻って、こっから W が出てるの。そう、これこれ私がめっちゃなってたやつ。壮絶なバグじゃん。ラカンのだって基礎コンボがバグってんでしょ。野草でいう EQ がバグってるみたいなもんだから、これ致命的だわこれは。このバグがありながら今勝率が 52.5% なんでしょ。何が起きてやがる。どういうことなんだよ。おい、動画でも言ったけど、ラカン使ってやつ日本人少なくね。なんか日本層でラカンってマジで見ない気がするわ。そんなこと考えてないと思うよ。ひねくりすぎてるでしょ。ああ、これあれだわ、これだわ、これは G ですわ。あー、やっすお終わりだー。なんもできないんだよな。いや、レーン、ボコられないようにできるから。だから、やっすおってジャンプ今弱い。あのジャンプは終わってる。バカやん、お前。黙っとけ。何がおもろいの？何がおもろいの？それ。何がおもろいの？何がおもろいの？やめとかない？やめようよ、長くしよう。常に道は同じじゃ。逃げ惑うことしかできない。わらわら、おお、おい、まだ帰ってない。やばい、このやつやばい、このやつやばい、このやつやばい。やめくさって、マジで。うんこ？敵を倒しました。よし、頼む。ダブルキル。はい、いただきます。配信者が苦しんでるところが一番面白いんだから。
ヘイビー。あ！ダブルキル。ゲート強。笑。ゲートやばい。タガニ。タイヨー。ほら頑張ってこい。敵を倒しました。やばい、ケイト出てないこれ。キリングスプリー。敵を倒しました。うわ、ケイトうめえこれ。お前ファッキー、おー、オッケー、オッケー、あいやビクトリー、ゼロ、ゼロ、17のジリアンでございます。ありがとうございます。これなんですよね、結局はさ。今シルバーのやつらが俺をスナイプできると思うな、たわけが。ふざけんなお前らは。調子に乗るな。バカにしてんじゃねえよな。シルバーで当たるからポチじゃねえんだよお前らは。当たらねえだろ。じゃえ、釈迦さんってもうシルバーなの？え、シルバーなの釈迦さん。さすがにシルバー出たら早すぎるよ。シルバーじゃないよね。ビビったー。ロールやってさ、すぐシルバーってたらちょっと怖いわ。迫ってくるのは感じるって、背後から。いや、このゲームね、いや、上がれば上がるほどいいよ。あまりにも試合の質が違う。アイアンとかマジでね、クソおもんないよ。おぼくんは上がってきそうだね。おぼくんはマジですぐ上がってきそう。このゲームあれだからね。ポーンって抜ける瞬間あるからな。このブルーの時期が1年あったけど、シルバーからプラチナマガジン上がるの多分4ヶ月ぐらいだったもん。俺は俺で頑張ろう。俺は俺でパッとタイヤ上がろう。グロッ。劇的に釈迦さんグロい。誰とデュオするじゃないよ、デュオって。デュオ、このゲームのシステム的に内部レートがデュオだと敵の方がちょっとレート高いやつが来るんだよ。デュオは確定で格上が敵に来るから喋られやすいよ。デュオで頑張んないと、負けちゃう。めっちゃ連携取んないといけない。トロールが来る可能性が減るっていう考え方あるかもね。まあそういう見方もあるね、確かに。でもブロンズ隊とかのデュオってちょっと罠かもね。どうなんだろう。俺行ったことないんだけど、 NA の時はブロンズとシルバーってさすがに結構違いあったんだよね。デュオしたら格上が来るっていうことになって、ブロンズの時にシルバーのやつらとかが対面に来ると辛いのかもね。今日ラスト、これロル、今日のロルラスト。え、俺もう4時間ロルやってんだけど。どういうこと？え、マジでそんなやった俺。やってるんだよな。スタさんオートワードっていうアサリゲーみたいなやつ知ってる？何それ。面白いんだけどね。いつまでたっても楽にならない。なので疲れる。おい、俺好きかもしんない。俺楽にならないゲーム大好きだよ。あ、そうね。だからロールが好きなのはね。原始がまさにそうだからね。いつまでたってもじゃん、あのゲームって。ずっとマゾでいいわ。あのね、俺、この世の中に待ってるゲームが2つあんでね。マブラブオルタネイティブの2と原始の2なの。その2つが出たら、俺はもうこのゲーム界になんかもう未練がない。死ねる、俺は。もうその2つを俺はいつまでたっても待ち続ける。死ねる。
俺他になんかめちゃめちゃうわこのタイトル好きだ大好きだみたいなあっかな。うるわすぎたわ。うるわやってたわ今。ビビった今。なんかもう生活みたいになってんやん。怖っマジで。ロルやってる俺。ロルがゲームの中に換算されてなかったんだけど今。かなり頭痛いね今。